にちは、シエルです。今日は夏の購入品の紹介動画です。最近ね、こんな感じでいろいろとお買い物をしました。アマゾンとかこのお洋服のブランドとかはネットで購入して、ここにね、サンダルが3つあるんですけど、これはね、ルミネで購入して、こちらはユニクロだったり、こちらはアフタヌーンティーで購入した雑貨です。というわけで、まあ、こんな感じでいろいろあるんですけれども、今日は1つずつね、開けていきたいと思います。夏の購入品のサンダルからいきたいと思います。こちらは新宿ルミネに入ってるプールサイド、はい、ここたまに購入します。オープン。こちらですね。去年サンダル買った記憶がなくて、そう、今年はさ、なんかお出かけする予定そんなないんですけど、なんか一気に3足ぐらい買っちゃいました。はい、まずこちらのサンダル、かわいいキャメルカラーっていうのかな、何色っていうの、これキャメルっぽい赤茶オレンジで、こう柄が入ってます。だけどベースがクリアなので透ける感じになってますね。でここに少し細めの、はい、こんな感じで、ちょっと太めのヒールなんですけど、ここがねクリアで透けてる感じ、透け感もあるし、ちょっと光ってる感じもあります。夏っぽくていいですよね。そうで、一応店員さんに聞いた、昔ねこういうクリアっぽい素材のサンダル履いてね、すぐ靴ずれしたの、だから一応聞いてみた、これ靴ずれしませんか、そしたらね、これで大丈夫ですよって言われて、こちらのサンダルは10,000円でした。私は足のサイズがね 22.5 なので、はい、 22.5 のサイズです。はい、というわけでこちらのサンダル、仕事では結構高めのヒール、13センチとかそれぐらいの履くんですけど、普段のこの靴はね、どんどん年齢とともにね低くなっていくね。そう、楽なものをちょっと探しがちな。でもこちらヒールも可愛いよね。はい、というわけでまずこちら、それで1足まずサンダル買ったわけなんですけど、ブラックのカラーのサンダルをね、ちょっと今年探してたんですよ。そう、ブラックじゃないぞってなって、でまたサンダル探しの旅に出たんですよ。はい、で続きましてが霞かけるグリスみたいな、はい、こちらがね9800円のサンダルです。 SS サイズです。ブラックじゃないっていうね、まさかのホワイトです。一応このバンドのところっていうのかな、は白で、パッと見、まあ、全体的には一応ホワイトのカラーなんですけど、そこの部分がちょっと柄模様になってて、なんか左右が全然違く見えるんだけど、これ何柄っていうの、ちょっとわかんないです。夏のビーチにぴったりみたいな、ヒール低めなんで、はい、長時間のお散歩にもいい感じですね。このね、今年この親指のとこだけくるんとしてるのがね流行りですよみたいなことを言ってて、このホワイトがちょっと可愛く見えちゃったんですよね。というわけでこちらを購入しました。ちょっと履いてみよう。皆さんには全然伝わんないんだけど、あ、いいね、もう延々と歩いていけそうな感じ。では次です。はい、続きましてこちら、レッターロン、レッターロンみたいな、私22センチ、こちらは8800円と税ですね。ちょっと裏かわいい、ラブ違うね、ようやくブラックです。ヒール数センチで、デザインがこんな感じです。このねサイドのとこが空いてる感じ、素材の違うねブラックの生地でこうクロスしてる感じ、こちらはシンプルで合わせやすそうだったので、今年のサンダルはこんな感じで3つ。出かける予定全然ないんですけどね、お天気がいい日はね積極的に散歩に行こうと思います。はい、こちらがまずサンダルです。はい、そして続きましてみんな大好きユニクロです。はい、ユニクロでね購入しました。こちらは夏のルームウェアですね。こちらはトップスとショートパンツがセットになっているものです。これは S サイズですね。ラウンジセットダークグレイというやつです。でお値段が1990円、プラス税ですね。夏のパジャマをね買いたくて、 S サイズなんですけど結構ゆるっとしてます。着心地が柔らかくていい感じ、うん、なんか涼しそう、なんか最近暑いからこう寝るときにいい感じです。うん、グレーのカラーの T シャツ、柔らかい生地の T シャツ大好き。ショートパンツって言っても結構丈長めかもしれない、やわやわでなんかちょっとこうひんやりする感じがいい感じです。というわけでこんな感じでセットできます、ね、これを着てちょっと海外ドラマをねリラックスしながら見たいと思います。でもう一個がこちら、こちら S サイズがなくて M サイズを購入しました。こちら990円プラス税で、クロップト丈って書いてあって、こちらねディズニーのコラボです。いますかね、ミッキー、ミニー、ドナルド、なんちゃらかんちゃらかんちゃら、マハローって書いてるから、なんかこうハワイっぽい感じかな。これ M サイズ、ちょっと私にはやっぱ M サイズは大きすぎた感があるんですけど、ルームウェアとしたらいいでしょう。はい、リラコミッキーアロハ、夏のね暑い夜とかはこのユニクロでね乗り切りたいと思います。はい、というわけでこちらがユニクロ
こちらがアフタヌーンティーです。アフタヌーンティーの雑貨かわいいよね。アフタヌーンティーでは7000円分ぐらいお買い物したんですけど、大半はねお世話になってる方のプレゼントをねちょっと探しに来たんですよ。はい、まあ、こういうのいい香り。お世話になってる方のプレゼントは開けられないので自分用に購入したのをねお見せします。夏って感じのものを購入しました。こちらフェイス&ボディーシートということで、はい、こちら汗とかかいた時に使うボディーシート、グレープフルーツの香りと、こちらが石鹸ソープの香りということで、どちらもそれぞれ200円です。アフタヌーンティーのなんか夏コーナーみたいな、なんかサマーコーナーみたいなところにこれ置いてあって、そういいなと思って。あー、グレープフルーツ、なんかソープっていうよりちょっとミントっぽいかな。どちらもパウダーインということで、汗かいた時にこう拭くとサラサラになる。ちょっと使ってみようか。うん、いい香りです、うん、この小ささがいいよね。あの最近ミニバッグで出歩くことが多いんですけど、もうかさばらないね、それが最高と思って。どちらも10枚入りずつです。ボディシート2つ。はい、こちらはバスソルトです。リトルアナザートリップバスソルト、もう一つの旅をコンセプトに、大自然の恵みをいっぱいのバスソルトを世界の国々から集めました。イタリアかな、イタリアなんちゃらかんちゃらかんちゃらかんちゃら、いろんな国のソルトが詰まっています。こちらは1000円です。私普段あんまりお風呂に浸からないタイプで、でさらに今暑いじゃないですか。そうだから簡単なシャワーでちゃちゃっと済ませちゃいそうな日々なんです。最近はねシャワーばっかりでそんな感じなんですけど、しっかりお風呂に浸かろうと思って、こういう感じの可愛いバスソルトを買ったら絶対お風呂時間が楽しくなると思って、そう、それで購入しました。私のめんどくささを克服するためにこれを入れてお風呂入りたいと思います。はい、瓶取っときたいぐらいすごい可愛いです。はい、というわけでこちらがアフタヌーンティーで購入したものです。ここのねブランド初めて買いました。こちらはネット通販ですね。はい、ラバンダ、こちらは AAA の宇野ちゃんがプロデュースしてる新しいアパレルブランドで、2、3ヶ月前にネットで、オーダーして6月に届いたんだよね。最初あれオーダーできてなかったかなと思って、 そしたらね予約販売になってたの。そう、気づかなかった。宇野美沙子ちゃんが着ててね、すごい可愛くて購入しちゃいました。すごいしっかりしてる生地が、あ、可愛い、こんな感じのワンピース。153センチの私が着ると足首ぐらいまであるワンピースです。ベルトがこんな感じです。はい、背中こんな感じ。左右のサイドが透け感の生地になってて、前と後ろはしっかりした生地ですね。思ったよりものすごくしっかりしてる生地で、なんかいい感じ。宇野美沙子ちゃんプロデュースのラバンダという、こちら、サイドギャザーワンピースブラックの S サイズ、14,800 円で、消費税入れて 17,080 円ということです。このラバンダのワンピースにこの黒い靴でも可愛いね。ネットで見た時はね、中に白 T 着て、で、私はキャップとあとスニーカー合わせようと思ってこちら買いました。で、あとはもう購入したの小物系。はい、じゃあまずちょっと食べ物なんだけど、これ薬局で見つけました。ピュレ組のピカチュウ。このピカチュウバージョンがさ、期間限定で売ってるって聞いてて、全然見つからなくてようやく見つけました。ピカチュウ型入りってこれ全部ピカチュウじゃないってことかな。ちょっと1個開けてみようか。開けるのもったいないので開けよう。これ通常ね、これ通常食べる。ピカチュウがおりました。ピカチュウの形全部一緒でした。こちらお味がですね、電撃トロピカ味という、なんか黄色だしレモンかと思ったら味が全然違った。コラーゲンとビタミン C 入りということで、いろんな表情のピカチュウがいっぱいいたんだけど、この2つを選抜で選びました。かわいいよね。そして100円均一のキャンドゥで購入しました。1枚1枚まあ100円だったんですけど、まずこちらグレーとホワイト、なんかアイボリーみたいなホワイトですね。一見おしゃれな醤油皿って感じですけど、なんかティータイムの時にこういう小皿にチョコレートとかクッキー置いたら可愛いとか思って、はい、買った。四角とこちらが丸です。はい、丸の方が気持ち大きいですね。こちらもアイボリーとグレーです。ティータイムのおやつを置くお皿として使いたいと思います。可愛いよね。なんかこれサイズのなんかミニケーキとかあったらすごい可愛いと思います。キャンドゥのこのシリーズはいろいろあったんですよ。なんかちっちゃめのティーカップあったりとか、そう、すごいいろいろ可愛かったので、なんか久しぶりにキャンドゥ行ってね感動したの。そう、なんか実用的なものもよく買いに行くんですけど、では最後この靴の下敷きの靴、このアマゾンで購入したのは
はい、こちらはキレイキレイの除菌ウェットシートです。しっかり除菌アルコールタイプということで、こちらね、10個10個の20個セットで売っていました。お値段は2000円ぐらいだったから1個100円ぐらいですね。今私毎日こういう除菌のウェットシート持ち歩いてるんですけど、結構こう厚みがあるものはかさばるので、極力この薄めのものをね買ってて、そう、まあ携帯用ってやつだね。こちら10枚入りなんですけど、なんかこうやっぱカバンにすって忍ばせられるように、このコンパクト、薄めのコンパクトのをずっと探してて、でこの10枚入りっていうのが良くてこちらを買いました。はい、こちらは周りのお友達にもお裾分けをしたいと思います。はい、まあいろいろ買いましたね。まあ、サンダルだったり、ルームウェアだったり、おやつだったり、まあ、お洋服だったり、はい、という感じで、あんまり出かける予定ないんだけど、ね、お買い物はね、楽しくていいですね。ちょっと予定外はサンダルだね。もうサンダル1足あればいいかなと思ってたんですけど、なんかね、3足買うっていう、そんな夏もいいなって言い聞かせてます。というわけで今回は夏の購入品の紹介動画でした。今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。